イオナ島、旧正イオナ島は、オホーツク海に浮かぶ小島である。イオナ島は、カラフト北端のエリザベス岬から機械2 5 0トルロシア本土の沿海岬から南東へ2 3 0トルのオホーツク海上に位置し、同海で唯一の孤島である。オホーツク海の他の当初はすべて、沿海部に位置するか、千島列島に属する。島は、長さが、 約1600メートル、幅が約850メートルで、高さが約300メートルの断崖に囲まれ、おおよそ円錐形の外観を呈する。行政上は、ロシア連邦のハバルフスク地方に属する。島には、自動気象観測所が設置されており、年1回バッテリー交換の要因が島を訪れる。また、 島には1970年代に建てられた建造者不詳の空き家が一軒ある。1849年には捕鯨船が到達していた。1852年から1866年の間、島は北極クジラを取りに訪れる捕鯨船の給水基地として利用された。1855年初頭、米国フェアヘイブンのパシフィック号のモーゼススネル船長は、 45隻もの漁船がマストヘッドから見えたと報告している。捕鯨船団は通常5月下旬から6月上旬までに島の周辺に到着し、同海域で数週間操業した後、流氷が交代するにつれ南や西へ移動した。中には島に上陸し、岩がちな海岸に生息する海鳥や、棘脚類を狩猟するものもあった。1855年6月の 第一周、米国コールドスプリングのエドガー号が同等で難破した。船員は全員助かった。周囲の船は難破船が1600バレル以上積んでいたとされる油の回収を図って小船を差し向けたり沖を漂う難破船の浮き荷を見つけ次第拾い上げるなどした。島と周辺海域の8万ヘクタールは天然保護区域に指定されている。 遠洋の古島である道島は、鳥類の一大コロニーであると同時に、岩場が、とどの繁殖地となっている。2005年、ロシア語作家アナトリー・キムは、著書の中で、真の自由と不滅を追い求めて、イオナ島を目指す人々を描いた。ありがとうございます。